どうもしげしげです。本日も無課金サバーカしげパズやっていきましょうということで、本日はしげパズ相棒のイデアルがついに転生進化したということで、百花繚乱3ですけどもやっていきたいと思います。今百花繚乱3のね、この一人専用バージョンがスペシャルダンジョンに来ていて、千里ドラゴンが今出るんですよ。千里ドラゴン欲しいんでやっていきます。まああのね、転生イデアル実装されたとはいえ、まだ無課金の方は進化できないのかなと思うんですけども、まあそれもね、ストーリーダンジョンで後々進化できるようになるということで、まあ先行でフレンドさんにお借りしてやっていきたいと思います。リーベイデアルパーティーですね。で、サブ見てください。こちらアルトゥラもまさかの転生進化ということで、この形態がね、割とね、かゆいところに手が届くキャラで、そもそも組んでいた、まあ、前紹介したこのリーベの、フェゴランのマリエルの、ラフィーネっていう編成で、お邪魔毒雲暗闇まで完全体制だったんですよ。そこにアルトゥラがまさかの進化したことによって、操作負荷素で持ってて、でしかもターン軽くて2ターンだから後ろに乗っけやすくて、まあ、今回アレキサンダー大王の武器で、まあ、威嚇だったりダブル吸収無効だったりで使っていくんですけど、これが搭載できる上に潜在も8枠だから遅延も一応触れてっていうことで、めちゃめちゃ優秀かなって思ってます。これを試運転していきたいと思います。やっていきましょう。さあバトル1、とりあえずラフィーネを変身させましょう。まあ、せっかくね、その、イデアルって、非変身であることが強いから、本当は非変身キャラで固めたかったんですけど、それで行くと、まあ、コメントでもね、いただいた通り、アキネの方がいいんじゃねっていう声もね、あるんですよ。ただね、ただシンプルに、アキネを持っていない。それなんですよね。こんなんでいいかな。ちょっと変なパズルだけども、とりあえず前職消してるから無効感は発動して足りるかな。全然足りてる。で2回で千里ドラゴンが確定で出るんですけども、どんな行動だったっけ、忘れたな。皆さんこのダンジョン回ってますか。この辺のキャラを普段ゲットしようと思うとなかなかめんどくさいっすよ。やった方がいいっすよ。ってことで、まあ、今日もここでね、試運転していくんですけども、あ、時間が足りない。え、38万あるんだけど、HP。高っ。え？高っ。高すぎ。新作。とりあえず、余裕で受けれたので、え？ 38 万あんの？何？すご。え？パズドラ新時代、また新時代来てる。でまあ11コンボで、まあ円波コンビで、まあそうなるよね。マリエル、ああ遅延系ね。てああ、はいはい、あーこれね、はいはいはい、あのよくわかんないやつね。遅延ヘイスト、遅延ヘイストみたいなね。はい、とりあえず盤面全色あるんで倒しましょう。まあ楽かな、あのあれよりは楽じゃない、強制変身とかよりは全然楽なんじゃないかなと思います。これで通販できたかなと思います。うん、火力はね全然いいね。イデアルもずっと32億だっけ出してます。お、硬いの来たよ。いいよ、火力試していこう。結局アルテラの後ろもダブル吸収無効だから、イデアルの後ろ、獣取っとかなくていいか。で、行くともうイデアル撃っちゃって、はい、サブエンハ、6ターン。これで、さらなる火力を、お見せしていきましょう。いやー、嬉しいよ。イデアルがついに転生ですよ。使い倒すかんな、マジで。このアカウント、リーベイデアルばっか使うかもしんない。まあ、ダンジョンによってはね、今回はリーベイデアルですけど、ガンガン変えるかもしれない。さあ、一撃で半分削りました。まあ、2パンいけんのかな？あ、でも今のマリエルのエンハもかかってたか。まあ、いけるかな？光を多めに。はい、光3コンボも入れた、前職のパンチで、これでいくんじゃない？イデアルの火力がとにかく、はい、ご注目ください。
32億。うーん、いける。しゃー。楽しい。リーグあと2。よし。ボス戦で軽減ループも晴れそうですね。というか、やっぱり流刑士、流刑士は、あ、今回リーベマジですいません。潜在覚醒まだ解放してなくて、遅延触れてないですけど、8枠なのが偉すぎるよね。そこマジででかいと思う。盤面キーないのでキー取って、あれキー取れてない。キー取って、パズルが、パズルが怪しい。とても。何このパズル。まあ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 いいでしょう。いいね、落ち込ありがとう。水乗っちゃったな、結構。そうなるよね。したら、使っていこうか。ダブル吸収無効。からの、リーベ、オン。で、光多めで組んでいきたい気持ちはある。火で、水で、火で、これで光が間に合わない。さあ、いけ、でも。足りるっしょ。あー、いい落ち込んだ。それはいい落ち込んだ。素晴らしい落ち込んだ。オーケー。で、マリエル撃ってもいいし、撃とうか、これは。撃とう。撃っていこう。これ確実に倒して、まあ、ボス戦で、なんだかんだまたごちゃごちゃするし、そしたら溜まり直すでしょう。よいしょ。あと何組んでない？指が絶妙に短め？ 7-6 だからそう感じてるだけ？まあ、っていうか、まだラフィーネ変身してないしね。最終形態に。はい、これで倒しました。さあ、ボス誰でしょう？いや、でも HP38 万からのさ、リーベの、このね、軽減ループですよ。35% 軽減の。強すぎんか。とりあえず、初手はロック解除が必要でしょ？ L 字はラフィーネね。このね、ディステルの武器もめちゃめちゃ優秀だしね。覚醒が。ラフィーネ打ちましょう。これで指も伸びて、うん、キードロップ取り出して、あと光も取り出すね。とりあえずのパンチでいいでしょう、ここはもう。光くださーい。光くださーい。はい、光いただきました。いただきました。これで。とりあえずはこれで。さあ、どんくらいいくでしょうか。いきなり発狂に行かないでね。あ、待って、L 字忘れた。おーい、一撃。やばい、強いぞ。さては強いぞ。こんなダンジョンでって思った方、このダンジョン舐めたら普通に負けるんで、舐めないでください。侮らないでください。さあ、発狂は、受けれます。よし。じゃあ、光消せないなんで、ペゴラン、撃ちます。また指も伸びました。はい。紙タイプのエンハンスもかかる。33秒。ありがとう。闇を取り出して、火と、あと何？水。はい、水を取り出して、これ木にして、はい。回復組みたい気持ちはあった。はい、あとロック解除したい気持ちはあった。何やってんだろう。まあいいか。回復力も、まあ円箱みだけど、まあ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 いいでしょう。いやーこれいいなぁ。いいなぁ。さあ、こっからどうやって削ろうかな。とりあえず盤面汚いんで、イデアル使います。サブの攻撃力 1.5 倍、ロック解除6色陣。これもね、まあ、ループしますから、スキルチャージ込みで。まあ、ラフィーネとね、その、サブエンハ的なところが被ってるとか、まあ、ありますけど、けどですよ。はい。さあ、いけ。いい落ち込んだ。いい落ち込んだ。光乗ったよ。これやばいんじゃね？逆に。素晴らしい。おー、どうした？黒猫ちゃんもテンションが上がっております。いやー、ダメだ。余裕だ。なんて余裕のあるんだ。軽減ループ。
サブエンハループ、ジンもいっぱい積んでる、指も長い。これは来たわ、ラフィーネも使おうか。あ、サブエンハ上書きしちゃうけど、まあ、こっちの方が2倍だからね、強いんですよ。はい、これでとどめです。いや、これは強いわ。ちょっとね、次の動画で高難易度も行ってみたいと思います。今日はとりあえずね、サクッとした、使ってみた、でしたけれども。はい。いいパズルでした。はい。いや、強いんじゃないでしょうか、これは。なかなかに、パワーを感じましたよ。パーティーパワーを感じましたよ。あと好きなキャラ使って攻略できるのがとても楽しい。明日のストーリーダンジョンね、とりあえず消化する配信みたいな生放送でやると思いますんで、ぜひ遊びに来てください。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。